まあ、僕自身はまず優勝したいんで、このチームが本当にチーム一丸となってまとまって、その気持ちを、まあ、ベンチに座ってる人も含めて、全員出して、まあ、それをもぎ取るために一人一人が、まあ、優勝する、勝つためには何が大事なのかっていうのを判断してプレーしたらいいなと思います。まあ、明日まあ、たくさんの応援が来ると思うんですけど、まあ、その前でしっかり、まあ、日本代表としてゴール決めて、勝利に貢献できるようにしたいなと思います。正直俺優勝したことないんで、ほんまに優勝したいです。それだけです。